フギモチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニのおにぎりちょっと面白いの見つけたんで、これを食べながら、お話をしたいと思います。もういつものパターンです。まずちょっと商品の紹介から。これ韓国のねコンビニで買った香港式サムギョッポックン三角。まあなんか香港式の、韓国でいうサムギョプサル、豚肉焼いたやつのおにぎりですね。なんかここにね、このほら香港でよく料理によく使われるソースがついてるんです。絵が載ってて、これのね味付けになってるのかなと思って。ってことは美味しそうですよね。あ、でもこれチンした方がいいのか。ちなみに1個1200円。危な、私今トースターで焼こうとしたわ。やばいよね、トースターで。ちょっとチンね、します。何秒？適当でいいか。20秒くらい？これ20秒言ったってさ、20秒刻み、10秒刻みできないんですよ。1分刻みだから、今大体で。なんかあんまりしすぎるとさ、あっちあっちになっちゃうからさ。熱すぎて食べれなかったり、動画だからって言って頑張って食べて、口の中後でやけどするパターンもあるからさ。どう？こんなの？買った。ほらもう難しい、この調節が。もうちょいこれぐらいでちょうどいいはずです。かみさん、ここにほらやっぱり書いてある、イグンギソースを使用していますって。イグンギソースは何なんだろう。なんか香港ランタウソンって書かれてる。これは何かな。なんかお店がどっかなんかコラボしてんのかわかんないけど、もう全くわからずにさ、だってさ、韓国のものを香港式で食べるっていう日本人がね、ちょっとわけわかんないことになって。海苔無事で、ちょっと待って、これなんでいつも海苔取れちゃうのかな。あ、いけた。あ、海苔取れなかった。ちょっと開けてみようか。ほら、なんか入ってる。はい。あ、やっぱ豚肉ですね。この赤いソースが香港式のソースになってるそうです。いただきます。あ、これ、まだ届いてない。ご飯が落ちそうよ、お肉おいしい。なんだこれ、何味。なんかね、結構ピリ辛。何味だこれ。なんか香港式なのかどうかわからん。でもなんか辛いから香港なのかなって。でも韓国辛いって言ったら韓国も辛いしな。でも日本だとさ、あの辛いのって甘い、なんだろう、ヤンニョムみたいな、コチュジャンみたいな味付けなんですけど、これコチュジャンじゃないわ。だからやっぱこの辛さはちょっと香港っぽい感じなのかな。いやでも美味しかったよ。なんかお肉もたっぷり入ってるし、美味しかったです、香港式。はい。ということで、ちょっとお話しようか、じゃあ。じゃあ今日何話すかっていうと、私がなりたかった職業のお話。まあなんかなりたかったから、そのために何かしたとかいうのもちょっとあったりするし、まあただなりたかっただけのものはあるし、のお話をしようかなと。いや、っていうのもね、私結構好奇心旺盛なタイプで、やりたいものがいっぱいあって、全部やりたいけど、職業って全部やれないじゃないですか。だからまあ今のね、私の現状を見てもらったら分かる通り、やりたいものがやりたいままで終わってるものばっかりなんですね。だから今の私のこの仕事っていうのは、もともとまあ小学校とかね、中学校とかなんかこうずっと生きてきて、やりたかった職業ではなかったんですけど、ただ今こういうこう人生の流れによってこうなってるはなってるから、すごくありがたいお仕事になってるなと思うんですけど、まあ何してるか多分皆さんわからないと思うんですけど、で、私がね、今まで本当にだからもう小学校に始まり、中高大でやりたかった、大学院もそうか、の間でやりたかった職業、まあ今も含めてね、はい、話していきたいと思います。もうね、これはそんなの無理だろう、向いてないだろうはなしにして、個人的にやりたかったものなのでね、はい、軽く聞いてください。で、なんかさ、今やりたいものがないっていう人が多いって結構聞くんですけど、それがね、なんか逆に一個決まればそれに向かって突っ走れるから、ある意味いいのかなと思ったら、私みたいにあれもやりたいこれもやりたいだったら、なかなかね、こうそれに一直線に行かないというか、途中気が変わったりとかっていう性格の問題もあるだろうけど、まあね、皆さんやりたいものを早めに見つけて、それに向かってね、例えば高校とかで見つけちゃうと、それを専門にしてる大学とかに行けたりもするし、行ける可能性はね、早い方が可能性は高くなるのかなと思
思うので、いろんなものに目を向けて、はい、やりたいものを見つけてほしいなと思うので、まあ軽く聞いてください。まずね、私がもう本当に人生で一番最初になりたいって思ったのが学校の先生です。まあね、単純な考えで、小学校の時にまあやっぱり毎日ね見る仕事っていうと学校の先生が一番身近でいらっしゃったから、学校の先生っていう職業に触れる機会というか、まあ知る機会があってやりたかったんだと思うんですけど、私ね、それで言うと中学校の時とかは幼稚園の先生になりたくって、とりあえず子供に接する仕事がしたかったんですよ。だからまあ小学生でも幼稚園の子でも、まあ本当はちっちゃい子が良かったんだけど、なんかね思い出してみると、職場体験、中学校の時の職場体験でも私ね幼稚園に行ったんですよ。でもその時に行った幼稚園が結構なんだろうな、先生たちがしんどそうに見えたというか、なんか堅苦しそうに見えたんですね、中学生ながらに。だからやっぱ職場体験ってさ、そういった幼稚園の方とかもいい感じで見せてくれたりとか、こうよくしてくれるんだけど、でもこう全体がやっぱ見えちゃうから、幼稚園の先生って思ってた感じと違うなって感じて、そこからちょっと幼稚園の先生なんか職場体験でやりたい欲がなくなるっていう、なんともね不思議なというかね、やっぱり現実を知っちゃうからね。うん、いやもちろんね、私の友達、高校の時の友達とかはもう昔から幼稚園生になりたいって手でなった子とかもいるから、向いてる人向いてない人がいるだろうし、その仕事がね本当にやりたいっていう人はすごくいいお仕事だなと思うんですけど、私は多分ね、そういった現実を見た瞬間に、あ、ちょっと違うなって思ったってことは向いてなかったというか、私じゃなかったんだなっていう感じですね。ただ先生っていうので一貫してあれだったのは、私大学のところに中高の教員免許の、資格を、まあ、途中まで取ったんですよ。まあ、辞めたんですけど、辞めたというより、まあ、留学するとかなんかいろんな理由で、中高のね教員免許って取るのって結構ね、留学してる暇もないぐらい毎回いろんな課題が出されて、いろんな、なんだろうな、壁が毎回出てくるし、取らなきゃいけない単位も多いし、で私ね、中高の教員免許プラス特別支援も取ろうと思ってたんですよ。だからまあそういった免許の授業はでもね全部取ったんですよ、単位は。でまあ実際に小学校の方に行って、でまあ模擬授業みたいなのをしたりとか、あと実際に学校に入って何ヶ月か生徒と過ごしたりとかね、その補助員みたいな形で一緒に、なんかこう非常勤じゃないけどなんかそんな感じで入らせてもらって、で生徒たちといろいろと関わって、あ、やっぱりいいな学校の先生って思ったりもしたけど、まあ結果ね、やりたい方向性がまあ途中でちょっとロシアの方とかそっちに変わったりね、まあ、大学院に進む方向になったりだとかで、まあ教員免許ね、もうあとちょっとで取れるとこだったのに、やめちゃって惜しいことしたなって、取れててもよかったのかなって思ったけど、まあまあそのもう込みでいろいろありましたっていう感じで、まあちょっとやりたいその教員っていうのでね、幼稚園だったり小学校中学校高校とかで考えてた時期があったっていうのと、あとちょっとね、これは現実的じゃないなっていうもので言うと、私小学校の頃一時期マジシャンになりたかったんですよ。現実的じゃないよね、私だって手不器用だもん。ああいうのってさ、手先器用な人じゃないと向いてないよね。でもなんかマジシャンにすっすごい憧れがあった時期があって、なんだろう、なんか人をびっくりさせたい欲っていうのかな。でもああいうのってさ、できてるマジックをやるんじゃなくて、マジシャンの人たちって自分で作ってやったりするから本当に大変な職業じゃないですか。甘く考えてたけど、小学生の時だったからこそ持ったねあれかなって。でさ、なんかこうどっかおもちゃ屋さんとか行くとさ、マジックができるセットとかがあって、そんなのかってやってたよなと今思い出した。あとなんかマジックをする本みたいなやり方とか読んで、私だから今でもちょっとね、トランプを使ったマジックできるんですよ、実は。覚えてるから。でもそんなの結構一般的に知られてるような簡単なものだけど、でも手でさ、こうやってカードを持って、今なんかないかな、これソースとかあるな、なんか例えばこれがトランプだとしたら、ちょっと、あ、これふにゃふにゃでできないな、ちょっとね、またいつかお見せする機会があればと思うけど、多分できるよ。今でもこう手の感覚を残ってるもん。あとさ、なんていうの、このボールを3つ持ってポン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 って投げて、こうほらよくさ、一輪車とか乗りながら、こうなんていうの、ジャグリングじゃないのかな、こう3つをね、お手玉みたいにこうやるやつ、よくピエロがやってるやつ、あれとかもできるんですよ。なんかそれもなんだろう、マジシャンの一種なのかなっていう、なんかもうなんかサーカス団なんだ
かマジシャンなのかわけわかんなくなってるけど、私の中ではこう人を楽しませるっていう意味で一緒だったから、そういうのとかもできたりする。あと一輪車できるんですよ。一輪車はね、あの小学校の頃にめちゃくちゃハマって、小学校1年生か6年生ぐらいまで、まあ自己流ですけど自分の持ってたし、学校でもね、小学生の中で2年生とか3年生の頃に大きい5年生とか6年生の子たちに混ざって一緒にさせてもらったり、友達と一緒にとかでめっちゃね、なんか仲良くしてもらった記憶があったりとかで、あの一輪車結構できます。今でも普通に多分乗れると思う。まあ普通レベルですよ多分っていうのでしたかったものと、あとこれはね、高校生の頃にやりたかったのが2つあって、まず1つ目がブライダルプランナー。やっぱりさ、親戚とかの結婚式とかで結婚式に行く機会が、うち多かったの。親戚がすごい多くって、うちんとこだから結婚式とかいっぱい行ってたんですけど、なんかさ、結婚式をこう手伝ってるスタッフさんがやりたいんじゃなくて、この結婚式のこの流れを作る、プランを作る人になりたいなって、なんかすごいいろんなね、サプライズとか演出とかを自分で面白いものを作ってみたいとか、なんかそういうのがあって、結婚式に携わる仕事がしたいと思った。でもあれってさ、実はめっちゃ大変な仕事なんですよね。やっぱりそういう金婚葬祭、だからお祝い事とか、あと人が亡くなった時とか、そういう人の感情が動く時をサポートする仕事って、やっぱりその大事な日だから感情的になる人が多かったりだとか、ミスが許されない仕事ですよね。だからすごい大変なお仕事だなっていうのはその頃調べてて分かったんですけど、でもやっぱりその分さ、すごい感動が起きるというか、毎日涙で溢れる仕事なのかなっていう私の理想があって、で結婚プランナーとかブライダルプランナーなんて言うんだろう、ちょっと忘れちゃったけど、でも高校の頃になりたいなって思ったんですよね。それが高校1年生とかぐらいの話かな。まあだから高校1年生とはいえ、やっぱり大学がちょっとね目に見えるから、で私が行ってた高校っていうのが、もうほぼもう卒業する人たちはみんなほぼ 100% 大学に行くっていうような高校だったから、その専門学校に行くっていう選択肢が、なんだろうな、ちょっとあんまり良くない風潮ではないけど、なんかそんな雰囲気だったっちゃだったから、なんかそういったブライダル系の仕事が見つける資格が取れる大学っていうのないのかなとか、ちょっと見たりはしてた、高校1年生の頃ね。まあでもまだまだね、高校生活長いしとか思ってポーっと考えてたら、その後にちょっと思い始めたのが、私ね、旅行会社で勤めたいなって。バスのガイドさんとかじゃないんですよ。バスのガイドさんは絶対向いてない。私ね、今まだよく大丈夫になったけど、もともとすっごい車酔いひどいタイプだったから、もう乗り物に乗る系は絶対無理だと思ってて、だからバスのガイドさんとかはじゃなかったんだけど、そのそっちもそうなんですよ、プランナーさんになりたかったんですよ。だからその旅行のプランを考える人になりたくって、でそれは結構ね真剣に考えてた。だから、まあ、結局何かっていうと、私いろんなとこに行ける仕事がしたかった。だから事務職とか数字とか向いてないし、営業もあんま向いてなさそうだなって思ったりもしてて、いろんな日本でも海外でもいいから各所に行ける、いろんなとこに動ける仕事がしたいと思ってて、でやっぱりさ、私自身旅行めっちゃ好きだから、旅行に携わる仕事って最高やんと思って、でまあプランナーさんだったらね、その現地のことをやっぱり知らなきゃいけないから、実際にその場に行って見に行ったりとか、あとまあ実際にお客さんに案内するパターンもあるって聞いたりして、いろいろとやるらしいから、それでね、いろいろと飛べて、いろんなとこに行けるし、いろんな人に携われるのも好きだなって。私ね、結構人と関わるの好きなんですよ。こう見えて今一人で YouTube なんで家で一人でだけど、実は人と関わるのがすごく好きで、なのでそういった仕事はね、私に向いてるのかなって自分で感じてやりたかったですね。まあその時もやっぱり大学ね、どこかそういった仕事とか資格取れたり関われるね、仕事に向いててる大学とか学部学科があればなと思って、ちょっと見たりはしてた。まあ、って言ってもね、高校の頃勉強してなかったからな。なんだろうな、なんか私が人生で一番勉強しなかったのが小学校と高校。まあ、高校だろうな。高校はね、本当にもう遊びすぎた。もうね、バカみたいに遊んでた、本当に。中学校はまだ勉強してたんですよ。で、大学入ってからも勉強した。自分がやりたいこと見つけたから。で、大学院も勉強した。でもね、なんだろうな、決まった国数、英、理、社。なんかね、やっぱりしたいことじゃなきゃしないじゃないですか、人って。だから、しなかったね。高校マジでしなかったね。っていう感じなんですけど、まあまあ、でもね、こうやって今があるからいいとして、って、なんか締めようとしてるけどじゃなくって、